今日は何するんですか。今日はファンの方々から、あ、これでもさ、あのさ、運動会とかのさ場面でいっぱい見てるからこうなってるんだけどさ、結構、ま、道中でさこけるとかもあるじゃん。あるね。それと多分ミニマムしてるだけだから。ちょ、質問。ちょ、言っちゃダメだよ。ちょ、それだけは僕たちが超ぶんだよ。やったー。ご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらこのかちゃんのためによろしくお願いします。バイバーイ。今日は何するんですか。今日はファンの方々から黒歴史を集めてきた。教えて教えて、ねえ教えてよ。超重大のチャンネルで本日皆さんの黒歴史、黒歴史ラブユーをね、たくさん集めましたので、今からこれを見て僕たちもね、あったな、なんかあったなってね、確かに見ていければなと思います。振り返ったり聞いたりしていきましょう。はい。 50m 走直前で大転倒をかましました。かわいい。かわいい。これどう、かわいいんですか。蛙化現象ではないんですか。いやでもこれは頑張ってるから。そうだよ、頑張ってるから別に。いいんだ、なんか、うん、そんなね。いやだってもう 50m1 位なんだよ。かっこいい、やっぱケンジ君1位だ、さすがだよねって言ったら転んで最下位。いやでもそれが惜しいで、別に蛙化とかにやらない。でももう転び方とかさ、かっこよくさ、こう感じだったの。あ、確かに。じゃなくて、いやだだ、これわざとそんなかっこつける人はそしたらもうなんなら痛そうにしてほしい。こうやって倒れてんな。でもさ、これさ、これでもさ、あのさ、運動会とかのさ場面でいっぱい見てるからこうなってるだけでさ、結構、ま、道中でさ、こけるとかもあるじゃん。あるね。それと多分ミニマムしてるだけだから。確かに確かに。それの規模感が大きく、規模感、うん、うん、規模感がちっちゃいだけじゃん。街中でこけたりするのちょっと恥ずかしくない。だから 50m 走ってるから転ぶけどさ、街中の方がちょっと恥ずいよね。そう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 、うん、思いっきりつまずくだけでも、うん、これは別にそこまで黒歴史ではないと思う。でもまあ確かにまだギリギリギリセーフな感じですね。まあね、先生の前で呼び捨てして友達みたいに話しちゃって1ヶ月間掃除しました。先生を友達だと、みちこみたいな、急に。あ、そうだから、みちこ先生のことを急に、みちこさ、急にさ、数学の時間長くなるアウトだよね、完全に。掃除で済んでよかった。掃除済んでよかった。もうちょっとね、もうめちゃめちゃぶち怒られるとかだったらいいけど。え、これ思わせぶりなの。 LINE で男子に好きな人誰って聞いて、思わせぶりをちょっとちょっぴりしちゃったってた。え、もう好きな人気になったら思わせぶり。いや、思わせぶりだよ。だって好きな人気になってるんだよ。でもさ、それはさ、もうだって誰とでも恋バナになるから。でももはやもう友達として見てるんじゃないの、それって。いや別に気にならん。このさ、好きな人誰って聞かんでしょ。聞いてほしいのかなっていう気持ちになったところじゃないの。聞いてほしいなって気持ちになった。やばい、今日なんかなかなか難しい。そういう捉え方もできる。じゃあ簡単にそういうこと言っちゃダメなんだ、好きな人誰って。もうで、いや言うの逆に。じゃあもう男の子とかとさ、みんないてさ、好きな人誰って。まあ、聞かないでしょ。相手によるんじゃない、うん、純粋度が高いけど、高いほど、うん、純粋あ、うん、あ、恋愛に対して呼ぶな子ほどそう思っちゃうんだけど。あー、あの聞かれただけで。そう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 、ね、それもそうだし、今中3で好きな人歴代7人いましたね。違う。同じ人だから好きな人 何人いんのみたいなね。私2人みたいな、2人とか1人とか、何々くんでしょみたいな。私7人って欲張りすぎ。欲張りクォーターパーク。ピックピックの1年生好きな人。ある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 。好きな人は好きな人は何人やる。ピッカピッカのこうやって少年コナーこれ授業中に寝ていて夢の中で叫んだら現実でも叫んでた。だいぶでかい声だったから笑われた。俺これやったことある。え、だから叫んだの。だから会社の先でわーって言ったらこれ授業中だったってことでしょ。怖かった。俺らからしても怖いよね。授業受けててさ、急にユンタがさ、うわーとか言い出したら、なんか、え、なんかあったんかなって思うよね。出てる、うおーって、うおーまあでもさ、なんかさ、寝てる人をさ、びっくりさせるために、うわーとか思うよ。だけどさ、こっちがさ、うわーみたいな。寝てて、うおーうわーみたいな。いや、あれ、これさ、どこでやったか教えたけど、でもこっち踊れた顔してるんでしょ。脅かしたみたいになってる。そうそうそう。いやいや、なるよ。え、マネキンだと思ってふざけて手つないだらしっかり店員さんでした。だから、え、店員さんめちゃくちゃ超綺麗。めちゃくちゃ、え、おしゃれすぎ。
だから洋服屋さんとかでしょ。で洋服屋さんでこうなってて、なんかユニクロとかいろいろあるで、こうマネキンだと思って、あマネキンだってたまに手つないで店員さんの上みたいな。これまでだったらあれじゃないの、多分若い時だったんじゃない。あ、だけどちょっとちっちゃくて、ちっちゃいとあんまり分かんないもんね。確かにチャリでね。え、チャリ通だったみんな。電車。電車か、電車。俺は歩き。あー、歩きか。俺チャリだったんよ、うん、で、俺長野で雪やったから滑るの。え、雨の日。え、じゃあ雪、雪で、え、でもバス俺逃しちゃってチャリで行くしかねえって言ってコロケ落ちてた。坂なんだけど、ブレーキを進めるんだけど転んでんのにも乗ってこうなんだよ。お前転んでないよみたいな見せるのが上手くなってたもん。うわ、見て、小学2年生の頃運動会の大玉転がしで下敷きになったこと。ちっちゃいからね。だからお母さんお父さん、あ、全校か、全校で失敗しちゃうよね。爆笑よ。失敗と爆笑よ。うわーって言って、ね、下敷きになったわけね。爆笑よ。うわ、見て、学年間違えて違う教室入った。だから新学期で、新学期でこうやってあれあんま人いねえなみたいな。わかる、入ったことある。ガーッて言ったら全然もう生徒がさ、もう全く違うわけじゃん、うん、だから今日はする。え、これあいついるから2組、え、でもあ、みゆこちゃんもいるから3組みたいな。びっくりした。これさ、昼休憩とかいじられるんです、その子。え、そう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 、あ、やだー。そう、だから自分何組かちょっとあんまり確認してない生徒が間違いがちだよね、これね。超羨ましいんだけど、ここでキスしたこと。羨ましいよ。どうやってよ。どうやって青春じゃない。放課後残ってみたいな感じかな。どうやって。歴史だよ、もう。転んじゃったみたいな。黒歴史じゃないよ。転んじゃって、ぶつかっちゃった。そのなんか、少女漫画。少女漫画。角と角でこうやって。そう。これね。バックナンバーや。いや、確かに。そういうことか。行った。いや、あるよな。二人で気がするんだ。ちょっとロマンス感じてない。やだ。何、黒歴史を、まあ、みんな大人になりましょう。そうですね、あの、皆さん黒歴史も、はい、経験なので、たくさん経験して、はい、一緒に頑張っていきましょう。頑張ろうね、はい。バイバイ。